いや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 、いや、どこまで俺話していいんだろう、これオンエア、わかんないけど、まあ、後でちょっと判断して、ね、今は最近ないんですけど、一時期、子供が走ってるんですよね、リビングとかに。子供が走ってるんですよね、リビングとかに。寝てるとリビングでの足音聞こえるみたいなことだったりとか、あと家の中で物音だったりとか、あと、ああ今見てんなみたいな、ちょっと離れたところから寝てるとパッと起きると、あ見てんなみたいな。あと腰もなんか奥の方ずっと痛いし、まあ、そうですよね、うん、詰まってる感じ、硬い。そうです、なんか腰の痛みじゃないんですよね、なんか、臓器の痛みみたいな、痛みが貫通する腰痛っていうか、痛み方が、うん、奥の方で、はい、全然もうあのそんな感じですあのそうです、ね、全然 寝れないしみたいな。でなんで寝れないかも分かりました、もうあの見て枕元のとこにずっといるんですよ、その動き回るのが。どっちも動き回るんですけどね、お家のその子供も。え、子供は子供で、そうなんですね、はい、いるんですね。なんで子供ついてんだろうな。で女性もなんか監視してるっていうか、まあ、見てるなっていう言い方で、その女性がここにいるんですよね。見たいからここにいるんでしょうね、寝るとき無防備なんで。なんかこうやって俺のこと覗くと髪がこうなるじゃないですか、はい、このサワサワ、このサワサワとかあるんですよ女性の髪ももちろんなんですけど、ちょっと怖い話していいですか。サワサワするっておっしゃってたじゃないですか、スカートの裾です。立てんの、はい、だから怖っ。立ってる時としゃがんで髪がこう当たる時と別のサワサワです。同じ人ですけど、やっぱり霊ってあの見ていたいっていう霊が少ないんですよ。どちらかというと供養してほしいとかエネルギーくださいっていう霊が多いんですけど、もう北山さんを見てるっていうところに、うん、なんかすごいこう着目してる例なので、いかにずっと見れる場所がどこかっていうのを把握してるからここに。怖っ。で一番無防備なんですよ、お家の中でも寝てる時が、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、それ以外は北山さんなんか考えてやっぱ気張ってるんで、一番その例の方が波長合いやすいのがその時ですね。だからです。俺だからこう寝てて視線感じてバッと起きるもん。まあ、取りつかれやすいというか、まあ、つきやすい体質ですね。あ、そうなんですか。はい、あの人の気もですし、人の気も受けやすいというか。北山博光が優しいからみたいなことは、優しい方、繊細な方、過敏な方、ちょっと霊感が強い方はやっぱり人の気を受けやすいというか、もらいやすいですね。全部ですか、優しい方、繊細な方。いや、大雑把なとこもあるんだけどな。はい、一部の心開いた方のみにはって感じです。それ以外はこう受け身っていうか、あのその方の考えてることを多分分かってしまうので。あ、分かる、めっちゃですよね、うん、だからやめよとか。あ、そうです、そうです、そうです。あと、あ、なんかだけど、あ、この人たちあんま、勝手な判断なんだけど、ここあんま良くないから俺帰りますみたいなまあ譲ってるってことですからね。リズムを譲るっていうことは、その方にどうぞって全部差し上げるのと一緒なので、ありがとうって言って、その方は自分の記憶を出しやすくなるじゃないですか、自分のステージになるので。だから必然的にこう受け身になっちゃう。それが疲れるから帰っちゃう。そうなんです。どっと体に出るのは多分霊より結構そっちの方かなと思いますね。うん、気使ってんだ今その山さんに疲れてる霊っていうのは、先生から見て除霊した方がいいのか、そう、そのままの方がいいのかっていうのはどっちなんですか。除霊した方がいいですね。実際やっぱこうお体の方に、あの体調不良までではないんですけど、体のリズムがちょっと変わって不調、万全な状態じゃない時が続いて出てるので、これがずっと続くと本格的にその本当にこう気にするぐらいの体調不良につながったりするので、うん、
できるなら取った方が。でやっぱりこう1人2人お家にもってなると集まりやすくはなっちゃうんですよね。まあ、払うっていうよりは供養してあげた方がいいのかなと思います。それはしてもらいたいですね。そうですね。今できるものなんですか？あ、すぐできます。時間来てるとどのぐらいちなみにかかりするんですか？20分ぐらいだいたいあれば、はい。それかもしちょっとあの縮めるってことであれば違う方法でケアはできます。いろいろあります。縮めるなねえキュッとしようとすな、こういうのそれではあのいいですか、ちゃんとやってキュッとしようとすな、そこは。すごい絵になってちょっと失礼します。ちょっと語符を書いていきます。もう一度失礼します。で、馴染ませていただいたら今度はここ、はい、あの胸元ですね。で最後はおでこですね。手刀というこちら形なんですけど、こちらを作って口元に近づけてふっとお清めしてください。はい、でお清めされたらちょんちょんと軽くつけていただいて、ちょんちょんおでこにちょんちょんですね。はい、で手になじませたらグー作っていただいて脇を締めるように、はい、目をつぶっていただいて鼻から大きく全身で深呼吸するように息を吸っていただいて口からふーっと吐き切る。これをちょっと続けてください。はい、大きく吸って、はい、吐き切ってください。はい、続けてて。一度目を開けてください。そしたら次は小指と親指だけをつけて、あとは開きます。ここですね。はい、これはハスの花をかたどった結界になります。これを維持しながら同じようにまた鼻から吸って口から吐く。これを続けててください。